はいどうも、キリハです。今回は先日始まりました戦場のバニーチェイサー、こちらのイベントの回り方について説明しようと思います。というのも今回のこのイベント結構難しくて、まあ、ややこしいんですよね。なので損しながら周回している方結構多かったので改めて説明をしていこうと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まず今回はですね3つのアイテムを集めていくような形になります。まずはチョコレートコイン、ウサギのステッカー、乗船チケット、この3種類ですね。イベントを周回してこれらのアイテムを集めてショップで交換をしたり、このチョコレートコインは、ミニゲームのカードめくりなんかができたりします。これらを集めてイベントの報酬と交換していくというイベントになってます。そして各キャラクターで、ここに全部載ってるんですけれども、このキャラクターを編成した状態でクリアをすることで該当のアイテムの獲得量が増えるというものになってるわけですね。例えば07のステージだとウサギのステッカーとチョコレートコインどちらも落ちますので、この2つのボーナス生徒を連れて行ってこのボーナスマックスを目指していく形になります。マックスだとこれだけ増えますね。通常12枚しかもらえないのをボーナス生徒をマックスで連れていくとプラス8枚、ウサギのステッカーは21枚のところをさらにプラスで22枚という形になってます。ただ先ほどの生徒を連れて行っただけではこの数字にはなりません。もうやった方だったら見たと思うんですけど、敵を倒すたびにこの画面が出てきますよね。この赤い文字で書かれたものは味方に有利な内容です。まあ、HP を上げたり攻撃力を上げたりといった効果が得られますね。ただあえてこの青の味方にデバフがかかる内容、こちらを選ぶことでここのボーナスをもらうことができます。これも最大ボーナスに換算されますので、全てデバフを選んでクリアをしてかつボーナス生徒も編成してこのボーナスマックスを目指すわけですね。なので07のステージだったらチョコレートコインとウサギのステッカーどちらも落ちますので、この2列のキャラクターを全部連れて行ってクリアをして、そして敵を全て倒して全部デバフを選んでクリアすることでこちらの数字にすることができます。ここで注意が必要なのがこの07のステージなんですけど、ここの床を踏むとここの床が抜けるんですね。そしてこの敵が移動してくるので、この敵がここに移動してきた時にここを踏むとこの敵が消えます。ただ消えても敵が6体いますので、この S ランククリアに必要な S ランクを6回獲得というのはクリアができるんですね。なのでこのボーナスで周回している方がいらっしゃるんですが、しっかりこいつも倒さないとボーナスがマックスになりません。デバフがかけられないんでね。なのでここは全滅させる動きと4ターン以内を別々でやる必要があるわけです。ここは注意点ですね。1回星3を取って満足して周回している方は一度やり直した方がいいかもしれません。ただ先ほどのボーナス生徒をフルに積んだ、まあ8人ですね、積んだ状態でクリアするのが結構難しいっていう方もいらっしゃると思うんですよ。かなりパーティーが制限されてしまいますからね。そういった時はチョコレートコインをマックスにする編成とウサギのステッカーをマックスにする編成で2回に分けてクリアするとかなりクリアのハードルが下がるんじゃないかと思います。例えば最初にウサギのステッカーをマックスにする編成でクリアをした場合、この ×22 っていうボーナスはずっと保持されますので、その後ウサギのステッカーのボーナスが一切ない編成でクリアをしてもこれがリセットされることはないんですね。なので最大値を出した後その後チョコレートコインの最大値を出せばこの状態にできます。クリアのハードルが高いよと思っている方はこういったクリアの仕方が有効なわけですね。そして今回どの道2周する必要が出てくるという内容でこのイベントミッションがあります。このイベントミッションで何秒以内にクリアというものがありまして、これをクリアするためには S ランクを何回取得という星3の条件をクリアしながらこの秒数以内にクリアは不可能だからです。なのでこの秒数のクリアと先ほどのボーナスをマックスにする立ち回り2回やらなきゃいけないわけですね。その上で一番おすすめなクリアの方法としては、いつもだったらこの星3どうやって1回でクリアするかなってみんな考えながらやってると思うんですけど、今回はその考えなくして一度全滅を何も考えずにやって
で、その全滅はボーナス生徒も全部積んで、デバフも全部かけてください。これでボーナスはマックスになりますよね。ただそれをやると、この何ターン以内にクリアという星3クリアの条件が達成できないんですけど、この何ターン以内に関しては先ほどの実績の何秒以内にクリアの時に同時に達成ができますので、最初にボーナスマックスの編成でクリア、その後に数秒以内という実績をクリアするための編成でクリアをする、これが一番楽な方法になります。なので今回はこの星3に関わらず、そういった攻略が必要になりますので、何回も何回もやるのがめんどくさい方はこの2回で終わらすことができます。ぜひ試してみてください。そしてボーナス生徒の、相当の仕方なんですけど、こちらのタブをクリックしていただいて、ここにタブがありますので、欲しいボーナスのアイテムをクリックしていただいて、この OK を押していただくと、ここで相当ができます。この何パーセントって書いてあるのがそうですね。このキャラを全部積むことでボーナスマックスにすることができます。そしてイベントを最大効率で回るには、この07、08、09のステージを回っていく形になります。07のステージはこちらのウサギのステッカー特化のステージになってます。08に関しては乗船チケット、09に関してはチョコレートコインのみが落ちるようになってます。この3つを周回して、こちらのショップにあるこちらのアイテムと交換していくような形になります。こちらのおすすめ交換アイテムだったり、周回の仕方のおすすめに関しては別の動画にしようと思っております。なるべくすぐ出しますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ちなみにこの一番下のサイコロに関しては、今回のイベントで遊べるカードゲームですね、カードめくりのミニゲームでもらえるようになってます。かなり美味しいものが多いので最優先で取りに行きたいですね。チョコレートコインの使い道に関しては、こちらのカードというところをタップしていただくと、カードめくりで遊べる内容になってます。そしてこの4枚の中から選んでオープンすることで、めくれたカードに対応する報酬がもらえるようになってます。こちらを見ていただくと、各カードがめくれた時の報酬が出てきます。この虹色の C&C のキャラクターはウルトラレア、この黄色背景の2人はスーパーレア、青背景はレア、背景が灰色のその他のキャラは、ノーマルとなっております。そして今判明している内容としては、この4枚の中に SR 以上のカードが1枚以上必ずあるという内容になってます。必ず SR1 枚は最低保証であるということですね。今確率に関しては皆さんの協力で算出しておりますので、分かり次第共有しようと思います。どれぐらいこのカードゲームをやったらいいのかという内容も、効率的なショップ交換の動画の方でやろうと思います。よければそちらもアップされたら見ていただけると嬉しいです。はい、ということで周回の方法でいくつか注意点がありましたので、今回の動画で紹介をさせていただきました。いかがだったでしょうか。そして恒例のショップの交換おすすめだったりですとか、効率的な周回方法に関しては別の動画にしようと思います。なるべくすぐ出しますので、よかったらそちらの方も見てくださると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。